京都三条の猪田コーヒーに行きたいなと思っております。私今大阪に住んでるんですけど、大阪に住んで1年ちょっと経ってですね、でちょっと前もね学校の先生をやっていて、でそれまでねマレーシアでね住んでいて学校の先生をやってたんですけども、音楽をね一生懸命やっていきたいなと思ってですね、帰国した後は一人ね音楽勤しんでいたんですけれども、ちょっと前にね半年前くらいに、遊びネクストというね事務所に、お世話になって所属させていただくことになってですね、それから頑張っているんですけれども、ごめんなさいね暗くなりたくないんですけども、なかなかね、思うようにいかないこともあるんですよ。でやっぱりこういう活動をする中で人に知ってもらいたいという気持ちばかりこう先行して、で毎日がうまく回らないことがね多くてね、まあでもそんなこう自分を励ますことになる、そういうちょっと前に作った曲、自分が悲しい時に作った曲が今も悲しい自分をこう励ましてくれるわけでありまして、まず最初に、その比べっこという作った曲をね、歌います。いきます。昔に比べて筋肉も体力も落ちて、風邪ひきやすくなったな。昔の仲間は割と安定してるみたい。合わせる顔ないな。今自分が何してるかうまく説明できないな。それってなかなか悲しいこと。ああ悲しい悲しい。言い方なんか嫌。
も大丈夫大丈夫教職から離れて、音楽の道といいますか、音楽真面目にやろうと思ったかといいますとね、まあね、いろいろ皆さんあると思うんですけども、俺のね、場合はですよ、やっぱり、なんていうかな、学校の先生って、うまく伝わるかわからないですけども、校長先生がクラスを決めたりするじゃないですか。そして担任の先生を振り分けたりするんですけども、そしてそれが公立の学校だとやっぱりどうしてもね、組み合わせ的に子供が好んでそこの学級に行くわけではないじゃないですか。っていうところですよ。やっぱりお客さん、今ね、音楽やっていて、お客さんがいて、演者がいてっていう、そういうお互いがね、こう必要であってこう求め合う、そういうところに、憧れを抱きましてね、無理くりその場を設けるのではなく、自分で作る、そういうアーティストさんにね、憧れて、そのね、道を志した。で、まあ音楽ね、初めて、まあ、うだつの上がらないといいますか、まあね、なるべくポジティブで、生活はしてるんですけれども、たまにね、臨時でね、こう臨時収入といいますかね、インスタグラムの DM とかでね、今度イベントやるんで来てくださいっていう風なお誘いをいただくことがね、ちらほらですけどね、ありまして、ついこの間あのカフェのね、コーヒー屋さんとあとイベント組む方がこう提携してコーヒーの新作をあのプロモーションする、そういうところにね、あのお招きいただきまして、そこ の, あのイベントのために作ったあの曲をね、今から歌います。新緑っていう新作だったんですよ。あの深い緑と書いて新緑っていうコーヒーね、ポーズコーヒーという大阪梅田の近辺でね、やってるカフェなんですけれども、そのコーヒーをのしっかり飲んで、作ってくださいみたいな流れでしてね、飲んで作りました。曲名は森でコーヒーを飲みながらというね、曲です。
指で弾きます。作られたということで、まあ、森をね、歌詞に盛り込んでみました。ちょっと水飲みますね。本日はね、私のことをね、少しでも知っていただこうと思いまして、最近ね、ちょっとね、思っていることをここでお話ししようかなと思います。ずっとね、事務所にお世話になるちょっと前にね、日本でプラプラしてたんですよ。こうちょっと情けないことにですけどね、まあわずかながらたまった先生しててね、わずかながらですけども、たまったお金を大切にもうね、ちょっとね少なくなってきましたけど、大切にしながら、それで何もせずにですけどね、プラプラ生きてたんですけども、まあ人間とのは島もよくないですね。
暇すぎると感覚がおかしくなると言いますか、自分は何をやっているんだというね、そういう気持ちになり、まあ、そこからオーディションを受ける形で今の事務所に、お世話になっているんですけども、その意地があったんですよ。せっかく前の仕事を辞めるんだから、ちゃんとね、なんとかしてお金をとかね、こう食えるようになりたいっていうね、そういう思いがあったがゆえに、プラプラしてしまったわけなんですけども、逃げのように公務員にはならないぞとあの時思いましてですね、それきっかけで髪もね長く伸ばしまして、自分にね、負荷をかける意味で伸ばしていたんですけども、実はね最近仕事を、最近じゃないな、先月の頭くらいにね、新しくね、食い口というかね見つけまして、まあまあ子供を相手にするね、放課後デイサービスなんていう仕事を始めまして、ちっちゃい3、4歳の子がね、をね預かる、そういう仕事なんですけども、まあ、このね髪長い形でも働けたんですよ。自分に負荷をかけたつもりが、案外そんなことは自分しかねあまり気にしてなかったというかね、社会の中でこう働くという風だと、こう、まあ、働く意思があればどこでも働けたんだなとね、そういう気持ちに最近なりまして、そこにね小谷さんいますけど、俺も髪切ろうかななんてね、マジ最近ねちょっと悩んでおります。まあなんでこの話したのかちょっと分からなくなってきたんですけど、憧れという曲ね歌います。私の憧れ高田渡さんね、あんまり何にもこだわらない人でね、髪も短髪で、ヒゲも不祥髭もしゃもしゃで、で、お酒飲んでこう舞台でベロベロに酔いながらこう歌うような、そういうね70年代のフォークシンガーなんですけども、まあだからその人の生活がね、生き方や曲や人柄、発言に出るということで、見たくれなんてどうでもいいかもなというね、とりあえずこの歌にはギターが上手くなりたい、そういう思いがね入っています。憧れという曲、聴いてください。ギターが上手いおじさん、めちゃくちゃにギター
これ以上ないってくらい上手に弾きたい。あの頃は周りの大人に劣等感を抱いていたことを思い出すだろう。生まれたばかりの期待期の下手くそなこの弾き語り聞かせてやるぜってそのくらいの気持ちで今しか鳴らせないこのヘッポコな音ギターを手にしてからどれくらいの時間一生懸命弾いただろう。明るい曲で締めます。初めて作ったと言ってもいい初めて形になった曲をね最後に歌います。未来は素晴らしいというとても明るい曲です。昔に描いた未来よりも素敵なところにいます。住処も持ち物もいいものを持ってる。この歌を聴いてるそこのあなたはどうだい。稼いだ金で物欲従い理想から逆算したれ。未来は素晴らしい。どうせ超えるのだから。あらかじめ高い目標立てなさい。頭がおかしいと思われ。依存する先をできるだけ減らしましょう。酒タバコはやらず早寝早起きしなさい。カッコはつけずカッコいい人見て受け入れて真似すればいい。未来は素晴らしい。頭がおかしいと思われても構わない。幸せが待ってる。大丈夫大丈夫大丈夫。
ありがとうございました。中澤亮太郎でした。どうも。